はい、皆さんこんにちは。今回はちょっと E マウントの話なんですけども、E マウントで実は広角ズームを持っておらず、広角好きなもんですから、以前からねどうしようかなと考えているんですけども、 E マウントの対応のね、レンズって、まあ、純正はもとよりサードパーティーからも結構出ているので、もういろいろ考えている間に無限ループになってしまって、どうしようかなと思ってもうわからなくなってきました。はい、ということでね、標準ズームでね、シグマの28-70とか、あとまあ便利ズームでタムロンの28-200とかもあるんですけども、まあ、いずれも 28mm 止まりということで、単焦点でね、これは24mm か、24mm の F2.8 のこのね単焦点、それともう一本単焦点では、広角系で、これが 20mm。ですね、20mm の F1.8 透視、この2本があります。でね、まあこのね、またね 20mm がとってもいい感じで、僕は大好きなんで、広角をまあこれ1本でもいいかなと、別にね、ズームがなくてもと思って今までずるずると来ていたんですけども、やっぱりねあった方がいいよななんてね、なんかこう定期的にというか周期的にこう広角ズームが欲しくなったりなんかするんですけど、でね、見てみたら、E マウントのその広角、まあ広角だけじゃないけど E マウントレンズっていっぱい出てるんですよね。さっき言ったようにサードパーティーシグマタムロンなんかからも結構出ているので、本当ねどれを選んでいいのかなという感じになってくるんですけど、ちょっとね、ざっと言うと、純正で言ったらば16-35mmF2.8 の GM とかね、あとつい最近出た F4 透視、16-35mm の F4 透視で、これはパワーズームの方ですね、純正の G レンズで、もう一つ、まあ、純正っちゃ純正なんですけど、ザイス銘柄の 16-35mm、 これも F4 透視で、タムロンで言ったらば、14-24 かな、F2.8 透視がありますね。これアイラインね、ちょっとよく分かってませんけど、それから同じくシングマで、これは C、ね、コンテンポラリーラインですね、の 16-28F2.8 というのもあります。あとタムロンからもね 17-28 かな、はい、F2.8 ね、これだけ、あるんですよね。でね、ちょっとねどれがいいのかなと、まあもちろんね、あのね、GM のあの 16-35mmF2.8 の GM、 これはもう高すぎて、最初からボツですね、これはボツです。はい、高すぎます。はい、高くて重くて、でかいということで、これボツです。映りはいいんでしょうけれども、でシグマのね14-24か、F2.8、 これもねちょっと24で終わってるので、ちょっとまあできれば28最低ね、は欲しいなと思うので、これもボツ。はい、で、残ったのがシグマ、まあまあ新しく出たね、純正の16-35F4 透視のパワーズーム、これねいいなと思ったんですけど、結構ねコンパクトですしね、いいなと思ったら、ちょっとねパワーズームって僕はまあ嫌いじゃないんですけど、まあ、できれば避けたいなということで、これはちょっとバツに近い三角ということでちょっと落とします。そうするとね、残ってくるのがシグマの 16-28F2.8、あとタムロンですね、17-28F2.8、これね2つとも F2.8 で、これいいなと。で以前ね、シグマの方は16-28、これもね、かなり真剣に考えてますなんて言ってたんですけど、ちょっとお高いっちゃう、だから10万ぐらいすんのかな、若干お高いんですよね。まあ出て間もないっていうこともありますし、でね、もう一つね、タムロンもシグマも共通しているんですけども、28mm 止まりなんですよね。28mm だから、まあまあ今持ってる標準のズームレンズが 28mm 始まりですから、まあそういう意味じゃつながるっちゃつながるんですけど、例えばシグマの 16-28、まあ、F2.8 で明るくてとってもいいんですが、
でね、あの28から70の F2.8 につながっていくと、もう一本のね今持っている標準レンズにということで、とってもいいなと思うんですけど、ね、広角ズームだけをつけた時28で止まっちゃうということですから、もうちょっと欲しいなって思う時ってやっぱりただあるじゃないですか、いくら広角好きでもね、まあもうちょっと欲しいな、だから35ぐらいも欲しいなってねいう時になって、まあ一時変えなきゃいけない、これもねちょっとこう面倒だなと思うわけで、そうなるとね、シグマのもタムロンのも F2.8 っていうのはとても魅力的ではあるんですけども、どうかなとちょっと三角になっちゃう。そうなるとね、バリオテッサーの純正のね、いわゆるソニー製サイズの1635の F4 透視、これね結構いいんじゃないかななんてね、まあ、かなり古いレンズなんですけども、7、8年ぐらい経つのかな、いうことでね、これ結構 F4 透視ですね、まあ広角でね F2.8 が必須かどうかって言ったらそうでもないだろうとも思いますし、まあ F4 透視でね、結構使いやすい部分もあるでしょうし、これいいんじゃないかななんて思ってね、で中古で見たりなんかしています。中古だとねだいたい7万円ぐらいであるのかな、7万円ぐらい、まあ、だから今ちょっと程度のいいものがあるのかないのかっていうことを考えてね、ちょっとこうマップカメラだったりとか、まあ、メルカリとかああいうね楽天 のなんだっけ、ラグマか、ああいうのをね見たりなんかしているんですけど、そうこうしているうちにこの前もちょっとちらっと動画でお話をしましたけれども、タムロンからね 2040F2.8 っていうのが出るんですよね。これがまたねもうね、まあいいじゃんっていう感じですよね。だから以前も昔タムロンで 2040mm っていうねレンジのズームレンズがいましたけど、まあ、僕なんかねだいたいそのよく使う感じですよね。だからさっきこれなんか 20mm のこの単焦点なんかね、僕大好きですなんて言いましたけど、20mm からでしょ始まりが。でね、40mm で、まあ、ほぼほぼ、まあ準広角というか準標準というか、いい塩梅の、まあ、今流行りのね 40mm っていう流行りの焦点距離ですよ、でしかも F2.8 透視でね、これはねいいなと思って、ちょっとねいろいろもう本当ねもうループです、ループ状態、で、まあ2040いいんですけど、結局ねやっぱ20で止まるでしょ。20で止まるっていうことは、この単焦点のこの 20mm の単焦点と同じ焦点距離までしかないと。でそれ以上がねやっぱね、16mm か、まあせめて17ね、タムロンの17とかね、あれぐらいは欲しいなと思っちゃったりなんかするわけですよ。本当にねどうしようかなみたいなね結論が出ずにいる状態です。はい、でね、まあちょっといずれにしてもタムロンの 2040F2.8 これが出てからどうしようかなと本気で考えようかなと思ったりなんかしています。はい、まあ今ね今のところねまあバリオテッサーのね、1635mmF4、まあ、35mm までねカバーしてますから、あんまこれがいいのかなと思ったり、タムロンの2040今度出るのがいいのかな、これ F2.8 ですね、いいのかなと思ったり、もうあとね、だからどこまで広角のレンジを求めるか、まあ、どこまでね明るさを求めるかということでどちらかになるんでしょうけども、まあねタムロンのねでもね F2.8 のね、広角ズーム、もうこれもねいいなと思うし、まあ、シグマのね、F2.8 ね、これどちらも 28mm 止まりなんでちょっと使い勝手がどうかなとも思いつつ、まあ、コンパクトで軽量で、これいいなと思ったりね、これはね本当にちょっとどうしたもんかという感じがしています。レンズ選びって、こんな感じですよね。あれがいいんかなこれがいいんかななんてね、まあ、僕の場合、まあ、そのあんまりね描写性能を追いかけて高いレンズに走るっていうこともありませんし、まあ、そういう意味じゃね、まあ、多分一番バランス取れてるのがサイズのねバリオテッサ 1635mm の F4 透視、これが一番バランス取れてるのかなとも思うわけなんですが、まあ繰り返しになりますけども、ちょっとタムロンの2040見てから、結論出そうかなというふうに思ったりなんかしています。はい、まあ、そんなことで、まあ、つらつらと自分の悩みをぐるぐるとね無限ループのどうしようかどうしようか、こんな話を今日はしてしまったわけなんですけども、皆さんからですね、まあ、特にEマウント、アルファ系の
カメラを持っておられる方で、いや広角はこれがいいよと、まあ、GM はまあまあいいのは分かってるんですけど、ちょっとね GM をちょっと外して GM 以外で、あとまあシグマの1424もうこれもね、ちょっと罰に近い三角なんで、ちょっと外して、はい、この2つ以外でですね広角ズームこれがいいよなんでね、おっしゃる方がアドバイスをいただければ、ぜひコメント欄に書いていただければと思います。まあそうは言ってもね、よくよく考えたらですよ、富士フィルムの X マウントで、1024でしたっけ、 F4 投資あれ持ってんですよね。だから広角を使いたいときは XT4 を持ち出しゃいいじゃんっていう話もあったりなんかするわけです。それでは今日はこの辺で。